昭和20年8月、原子爆弾救護報告、長崎医科大学物理療法科班。本報告書の概要。近代において著しく発展した原子物理学によって、人類の新たなる動力源として原子力エネルギーの開放、利用が実験的に証明されてきた。米国政府並びに米国科学人はついにこれらの兵器化に成功し、昭和20年8月6日、広島に原爆第1弾を投じ、次いで8月9日、長崎、我らが頭上に第2弾を投じた。これにより、長崎医科大学を中心とする浦上一帯を壊滅し、日本をして一挙敗戦国に転落された。本報告書冒頭において、原子爆弾の原理、爆弾の状況を述べ、一般放射線障害の概念を簡単に記しておく。ついで、第11医療班、物理的療法科班の活動を詳細に記し、西浦上美山地区に移動し、この付近の負傷者の状況につき、経験したことを記載した。この地区で我々は125名の原子爆弾被爆者を診療した。治療延べ日数1829日。医療班開設期間58日。救護班員12名である。患者死亡率 23% であった。症状を観察し、発現器により、即発性、早発性、地発性、晩発性に区別した。また、外傷、やけど、混合症、早発性消化器障害、早発性血液障害、地発性血液障害、関節的障害に分類し、記録した。治療法としては、自家輸血刺激法を初めて試み、特異な脱光を発見し、多くの重症者を救うことができた。自家輸血刺激法では、治療日数を2週間短縮し、抗線療法ではやはり2週間短縮することができた。爆心地人体障害の将来を論じ、原子爆弾に関し当時の体験を基礎とした考察を試み、最後に我ら救護班の行動に厳粛な反省をなし、敗戦の責任を明らかにしようとした。最後に、これを機会に、日本人の純粋科学への理解、放射線、原子物理学への関心を喚起し、将来の原子エネルギーの平和利用を熱望した。私は
この報告書概要を読み、永井隆の本来の姿を見た思いがする。永井隆は医学者であり、医師であり、科学者であるのです。科学者の使命は、対象に対し客観的に観察することから始めるのです。そこには自己の主観的思いは入れてはならないのです。冒頭に原子物理学、原子核物理学の発展により、新たな動力源としての原子エネルギーの開放利用の可能性から解き起こしています。爆心地直下で被爆し、自らも重傷を負い、大学は壊滅し、研究室員も傷つき、その状況下において書かれた報告書には、原爆への憎悪、放射線への恐怖、被爆して救護所に担ぎ込まれる傷病者を見て、米軍への嫌悪の感情が文中に現れても不思議ではないと思って読んできました。永井はその種の自己の感情を一切挟まず、淡々と原爆の原理、爆弾の状況、放射線障害の概要を記している。彼は放射線医学者であり、科学者であります。次に、救護班の活動を記し、治療延べ日数、診察患者数、死亡率を記し、症状を観察、分類し、治療法とその効果を記し、以後の研究に役立つ記録とした。また、当時の体験をもととし、原爆に関し考察を試み、自分たち救護班の活動に厳粛な反省をしている。これを読んで、私は日本人の国名さ、誠実さ、常に努力する姿、自制の念に心打たれた。最後に、純粋科学への理解、放射線、原子物理学への関心を喚起し、原子エネルギーの平和利用を熱望してい。この報告書を書いた時の状況は、仮設テントの救護所で、次々と担ぎ込まれる重度の火傷により、皮膚が剥がれ、血が流れている傷病者を診察、治療していると、目の前の悲惨さに心奪われ、放射能に対する恐怖、嫌悪の感を抱くのは、自然の感情であろう。永井は、それらの状況を観察し、分類し、考察し、報告書にまとめ、他の人が役立つ記録とした。最後の言葉として、日本人の原子物理学への関心を喚起し、原子力、平和利用を熱望している。自分も被爆し、重傷を負いながら、この言葉を持って結んでいる。私は、永井隆は医学者であり、医師であり、科学者であると思う。いかに
幾枚かの写真を掲載しておく。キノコ雲、原爆症患者、この人に何の罪があるの？どうしてこんな目に？仮設救護所、治療、この子らを残して父は、この作品で掲載している肖像写真は、ウェブ上で公開された写真を採用しました。放射線医学者の写真の方は、永井孝博士ではありません。永井博士の元気な時の写真は、どうしても手に入りませんでした。また、被爆された方々の写真もウェブ上の公開写真を掲載しました。むごたらしく胸が苦しくなり、涙が止まりませんでした。この名曲を被爆された方々の魂に捧げます。